こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているサラリ、こちらの新作ですよね。こちらを使って本に掲載されている92ページの三角将来でいこうと思います。三角将来はね、素材を書いて年中楽しむことができるので簡単に作れるので、そちらを作っていきます。綿 70%、 ナイロン 30%、 25g、 92m 入っています。で、かぎ針が5号ですね。で、こういうのでグレーですね。こちら、細いんですけど、ちょっと太めのかぎ針で編んでいこうかなと思います。結構細い糸を太めのかぎ針で編んだら、こうなんていうのかな、編み地がすっごく可愛いので、もうちょっと何号にするかというところもお伝えしていけたらなと思います。編み図通り編んでいきます。はい、こんな感じで糸をつなげてだいぶ大きく編んできてました。で、あちこち動画の中でお伝えしてるんですけど、ここでお伝えしていこうかなと思っていて、つなげ方、マジックノートのつなげ方でつなげていきます。新しく出した糸、こういう風に置いて、で、新しく出した糸をこの今までの糸の上に置きます。で、この糸を、2本になってるので、この下にくぐらせます。で、くぐらしたら輪っかができるので、この糸端を上から下に通して、で、ここで結びます。で、反対のことします。上から下にくぐらせて、で、2本あるので、ここの2本の上に置きます。そしたら輪っかができるので、糸端を下から上に輪っかの中に通します。で、結んで両端から引っ張ってグッと結んで、ここで間違えないように、この糸端、こっちの方をギリギリでカットします。で、こちら側もカットして、こういう風につなげてきてましたね。これでまた続けて編んでいきます。はい、こんな感じで結構大きめに仕上げてきました。で、今回はどれぐらいの大きさにしたかというと、一番長いところで141センチぐらいで、中心部分で64センチ、91、91センチぐらいになってます。で、これぐらいの大きさが今回4玉使って、で、編み切りっていう感じでこれだけ残りました。編み加減によっても、かぎ針の号数によっても違ってくると思うんですけど、何か同じ糸を使った場合の参考にしていただければなと思います。結構名前の通りさらっとした感じで、軽いですね、すごく。で、こう中心部分をクシュクシュってして、この首の周り巻いてストールみたいな感じも使えると思うし、肩からかけてゆったりこうかけて、で、中心部分でゆったり結べるぐらい大きめのサイズになりましたね。大きさもいろいろ調節しやすいと思うので、色も形も大きさも変えて編んでみてください。年中使える編み方なので、糸を変えていろいろ楽しんでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。